ゆっくりヒビタンタン。英文法。皆さん、こんにちは。ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回は、未来を表す表現を深掘りするぜ。やや上級者向けの内容だ。それって、すでに解説したんじゃなかったかしら？確かに、未来系の代表選手 B ゴーイングトゥートウィルは解説した。しかし、未来を表すことのできる表現はそれだけではない。もっとたくさんある。へぇ、どのくらいあるの？厳密にいくつなのかは、何とも言えないのだが。まあ、8つ覚えれば、未来の表現については知り尽くしたと思ってくれていい。え、8つも覚えるの？なんだか、ごちゃごちゃになりそう。大丈夫だぜ、霊夢。ごちゃごちゃにならないように、表に整理したから、安心してくれ。この動画を最後まで見れば、未来の表現で悩むことはなくなるぜ。ところで、かつての動画で未来を表す表現よりも未来系という言い方の方がわかりやすい、と言ったが、今回は他の時世で使われるものも多く、また、イディオムのようなものもあるので、適宜、未来を表す表現の短縮版未来表現という言い方も使わせてもらう。Be going to to will は、未来系って感じで大丈夫だ。でも、現在系なんかも未来を表す時に使われたりするからな。それを未来系と呼ぶわけにはいかない。ということで、今回は未来表現8選と、その使い分けだ。始める前に、マリサ、例の一言いいかしら？どうぞ。このチャンネルは、すべての英文法をわかりやすくゆっくり解説することを使命にしています。英語学習のお供に、チャンネル登録していってくださいな。いいかな？話を戻すぜ。英文法地図には主要な未来表現が、4つ載っている。あ、これ、いつも冒頭で出している地図ね。そうそう。しかし、今回はさらに踏み込んで、未来表現特化の表を作ってみた。未来を表す表現を文法書で調べてみると、書いてある項目がバラバラだったり、あるいは細かいニュアンスを盛り込みすぎて、逆にわかりにくかったりする。そこで、私が核となる部分は残して、整理して、まとめたのがこの表だ。整理はしたが、十分な情報量だと思うぜ。マリサは、2日間部屋に閉じこもり、文法書と格闘してこの表を作っていました。おいおい霊夢、裏舞台をバラさないでいいぜ。ふふ。とにかく、2つのキーワードで考えると整理しやすい。キーワードは、計画性、そして、近い未来、だぜ。この図の左側は、計画性を軸に整理してある。右側は、近い未来限定の表現だ。なんか、一つ領域をまたがっているのがあるわね。Be going to 動詞原型だが、これは、主に2つの用法があるので、こうなった。後で詳しく説明するぜ。まずは左上の項目計画あり、100% 確実から解説しよう。Our train leaves at 9 PM。 私たちの乗る電車は、9時に出る。これって、現在形よね？そうそう、現在形ってどんな時世感覚だったか、覚えているか？現在の習慣と、状態と、法則や心理よ。おお、すごいな霊夢。その通りだぜ。ちゃんと復習しているな。えへへ、褒められちゃった。現在形で未来のことを表す場合は、法則や心理レベルに確実なこと、変更されることがないこと、という感覚で捉えてくれ。電車の運行なんかは、まあ、法則みたいに扱うことができるわけだ。電車が出発する時間は、事前にきちんと決められていることだし、自分の都合で変更してもらったりできないだろ？まあ、独裁者でもない限り、そうよね。だから、確実なこととして9時に出ると言い切っている感じだ。ふむふむ。でも、電車が遅れることもあるわよね？ 100% 確実なんて、言えるのかしら？確かに、電車だって遅れることはあるが、話しては、遅れることは考慮に入れていない。確実な予定として、認識しているわけだ。なるほど。現在形で表現される未来は、確実な予定、変更は不可能だぜ。わかったわ。では、次。ミスター・スズキーズ・トゥ・ビジット・アメリカ・ネキスト・マンス。鈴木さんは来月、アメリカを訪問する予定です。ビープ動詞原型は、100% 確実で、公共性の高い予定だ。さっきの電車なんかも公共性は高いが、こっちはもっと重要な予定という感じがする。わかりやすいのは、お偉いさんの予定だ。大統領とか、首相とか、あと大企業の社長、国連のような大きな組織の幹部、世界的な宗教の指導者、名門大学の学長とか。つまり、超大物ね。そうそう、だからビープ動詞原型で霊夢のような一般人の予定を語ると違和感ある。まあ、確かに私は、かなり人気者だけど、お偉いさんには分類されないわね。さらっと、自信満々だな、霊夢。そういうところ嫌いじゃないぜ。えへへ。とにかく、この鈴木さんは、大物ってことね。そうそう、この例文を見た瞬間、お、この鈴木さんってのは、お偉いさんっぽいな、とか感じ取れたら、英語力が高いってことだな。では、次のブロックを見てみよう。
このブロックは、計画あり、されど変更される可能性もなくはない。って感じだな。まあ、普通の予定だ。三つあるわね。そうだな。まずは、未来表現で使われる時の使い分けを概観しよう。現在進行形 B、ドーシングは、準備がすでに始まっている予定。未来進行形 ULB、ドーシングは、現在、準備をしているわけではないが、決定している予定。B going to 動詞原形も、ほとんど同様だが、多少緩い感じの予定だ。まだ固まりきっていない感じがする。まあ、このあたりは言い方にもよるので、かなり微妙な違いだ。この二つはほとんど同じという意味で、表では三角印をつけておいたぜ。ふむふむ。使い分けはわかったわ。では、現在進行形 B、動詞 ing の例文だ。I am leaving for London tomorrow。 私は明日、ロンドンに向けて出発します。出発するのは明日だが、ロンドンへ行く準備は進めていて、気持ちも向かっているような感じだ。スーツケースに化粧品やら、衣類やらを入れたり、あ、いよいよ明日出発なのね、などとドキドキしている感じね。そうそう。では、未来進行形 will be、動詞 ing の例文。I will be having a meeting next Monday。私は来週の月曜日、会議があります。予定として決まっているが、今、準備でバタバタしているというほどではない。月曜、会議あるな、みたいなニュアンスで、現在とは切り離されている。そういうことになっている。程度の感じだ。少し冷めているような感じかしら。事務的っていうか。この例文だと、そうだな。もっとも、感情を込めて言えば印象は変わってしまうが、文字だけの印象は比較的ドライな感じがする。では、次。これは未来表現の代表選手 B going to 動詞原型だ。I am going to take an English class next year。 来年、英語の授業を受けるつもりです。これも、事前に計画されている予定だけど、あまりガチガチな感じがしない。そういうことにしようと思う。まだそれほど固まっていないけど、こんな感じの予定。みたいな緩さがある予定の時に使われる傾向が強い。ふむふむ。ただ、注意してほしいのは、事前に英語の授業を受けようとは思っているということだ。会話の流れで、突然、あ、英語勉強してみたい、来年授業を取ろうかなという感じではない。なるほどなるほど。すでに、そういうつもりではいるってことね。そうそう、あくまで計画ありのカテゴリーだぜ。今決めました、みたいな場合は、これから解説するウィルを使う。わかったわ。って、マリサビー going to には、別の使い方があるのよね。ああ、そうだ。兆候があって、すぐに起きそうな未来に対しても使われる。この場合、計画はなく、比較的すぐ起きそうなことを表現していることになる。だから、表の右側にはみ出しているのね。で、例えば、どんな感じの時に使われるのかしら？具体的なイメージとかないの？空を見上げると、雨雲がわーっと広がってきて、ぼちぼち雨降るぜ。っていう時とか使えそうだ。なるほど、今兆候が確認できて、次に何々が起きそうよ、って時に使うのね。ちなみに、緩い計画の用法と、兆候からの予測の用法は、完全に別の用法だと思っておいた方がいいぜ。ふむふむ。じゃ、もう一つの未来表現の代表選手ウィルを解説しよう。例文を出すぜ。I will call my friend tonight。 今夜、友人に電話します。これは、今思いついたこと。今、そうしようと思った。みたいな感じだな。ということは、事前に友人に連絡を取ろうと計画していたわけではないということね。そういうことだ。もし、前々から今夜電話しようと思っていたのならウィルではなく be going to の方を使うのが自然だ。ふむふむ。未来を表すウィルには、もう一つの用法がある。それは、自然の成り行きで起きる未来だ。例えば、来年二十歳になるとか、そんな感じのことかしら？そうそう、計画した予定でもないし、自然にそうなることだろ。そうね、その場合もウィルなのね。そうそう、このウィルも、未来を表す際には二つの全く別の用法があると覚えておくのがいいだろう。今思いついた未来のことと、自然の成り行きで起こる未来というのは、全く別のニュアンスだ。だから、全く違う用法なんだと割り切ってしまった方が、混乱せずに済む。二つの未来用法があるのは BeGoing to もそうだったわよね。そうそう、この表を見てくれればわかると思うが BeGoing to と Will には二つの用法があると、整理しておこう。よし、では、図の右側を見てみようか。右側は、近い将来に限定されているのね。そうなんだぜ。まずは、一つ目。Be about to 動詞原形の例文。The concert is about to start。 コンサートが、ちょうど始まるところだ。この表現はすぐに、みたいな未来を表す副詞は入れずに使う。そもそも、この形がすぐ先の未来限定の表現だからすぐになんて、入れなくていいわけだ。もう一つの表現は Be on the point of 動詞 ing だぜ。We are on the point of having lunch。 我々は、ちょうど昼食をとるところだ。基本的にこの二つは同じような感じで使われる。二
つとも、すぐこの後に起きることについて、表現しているってことね。でも、言い方が二つあるということは、何かしら違いがあるの？ほとんど違いはないけど、ビアボーとプー動詞原型の方が表現として少し硬い感じがする。ふむふむ。これは私の体感だが、近い未来限定のこの二つの表現は、そこそこ見かけるものの、頻度としては be going to や will の方が圧倒的によく使われる印象があるぜ。やはり、基本的なものから押さえておくことは大切だ。まだ、時制の基礎が定着していない人は、過去の動画、時制の基本を見てくれだぜ。基礎あっての発展ね。そうそう、逆に言えば、基礎がしっかりしていれば、発展的な内容も楽に理解できるようになる。じゃ、サイド表を見ながら、全体を見てみよう。しっかり整理して、しっかり覚えなくっちゃ。マリサ、まとめお願い。了解だぜ。まず、左上、確実な予定は、現在形。そして、公共性の高い重要な予定は be to 動詞原形だ。公共性の高い予定って、お偉いさんの予定とかよね？そうそう。で、左の中央、現在進行形で表現される未来は、準備がすでに始まっている予定。あ、いろいろスーツケースに入れたりしているイメージのところね。その横、未来進行形にすると、その準備している感が薄れる。そうすることになっているって感じだ。で、その下。be going to 動詞原形は、二つの用法があって、事前に計画された緩い予定、それから、兆候があり、すぐに起きそうな未来。空模様見て、雨降りそうってやつね。そうそう。で、左下。will 動詞原形。これも、二つ用法があって、今思いついた未来のこと、それから、自然の成り行きで起きる未来。自然の成り行きって、来年二十歳になるとか、そういうのね。で、右側だが、近い未来限定の表現。be about to 動詞原形と、be on the point of 動詞 ing だぜ。ちょうど、何々するところだ。という感じになる。be about to の方が少し硬い表現だ。今回は、こんなところだ。マリサ、まとめありがとう。どういたしましてだぜ。ねえ、マリサ、次回は何を解説するの？次回からは準動詞を解説しようと思う。準動詞って？同名詞、不定詞、分詞だぜ。あ、なんか聞いたことあるわね。チャンネル登録して、待っててくれだぜ。よろしくお願いします。